さて今回もドルフロキャラ解説やっていくんだぜ。今回紹介するキャラはこちら、星2のハンドガン枠、ワルサー PPK ちゃんだぜ。ちょっと目が怖いですね。まずは陣形効果から見ていくぜ。陣形効果はレート最大 32% アップと会心率最大 16% アップだぜ。現状のハンドガンでレートアップの倍率が一番大きいのよね。会心率に関してはそもそも持ってるキャラが現状少ないこともあって、かなり貴重な存在だぜ。その上陣形の範囲も使いやすい T 型なのも強みだぜ。レートアップの効果だから、ライフルのキャラと合わせるのが良さそうね。強力な陣形効果と優秀な範囲は星5のキャラと比べても遜色ない。下手しい、星5のキャラよりも強いなんてことも十分あり得るキャラだぜ。なんでこれが星2なん？そしてスキルの方もかなり優秀だぜ。スキルは一定時間、味方の火力と会心率をアップさせるスキル。さらに攻撃力モリモリにしてしまうん。陣形効果もスキルもどちらも優秀で、その上ドロップでポコポコ出てくる。星2の性能じゃないんだよな。しかし、PPK にも弱点がある。それはステータスが低いということだぜ。体力は最低値、火力もワースト2という低さ。まあハンドガン出した賞はね。それを差し引いても優秀なハンドガンということには違いない。序盤ではライフル枠のキャラを揃えるのが難しいだろうから、ある程度キャラが揃ったら育てるのがいいと思うぜ。ビジュアルは黒のゴスロリチックなドレスにコルセットと気品高い感じが良き。それにボイスがいちいちと息混じりでエロいんだよな。ちょっと S っぽいところも相まって女王様のように感じるわ。しかし重賞イラストは一転してこちらを誘うような眼差しを向けて、もうほんまあれ。そんな期待した目で見られたらこちらとしても本気を出さざるを得ない。スウェーデンクワヌは男の恥と言いますものね。でも正直このポージングはまずいと思う。だってこれだけ見てると。しか見えない。P オンいい仕事。ここからは元ネタ解説だぜ。最後までお付き合いください。さてこの PPK はドイツのワルサー社が開発したワルサー PP という拳銃を小型化したものだぜ。もともと警察用の拳銃であったが、プロイセン州警察の要請を受けて1931年に開発されたのがこの PPK だぜ。PP の部分がドイツ語で警察用拳銃を表し、K が短縮版の意味を持つのよね。または私服警察や刑事用を意味するとも言われているぜ。そして小型化したことにより携帯性が上昇、隠密性が求められる場面で用いられたぜ。ナチスドイツ時代には警察の他にも、ドイツ国防軍、ナチ党の軍事組織にも使用されていたぜ。そして1945年、アドルフ・ヒトラーが自殺に使用した銃もこの PPK だぜ。一つの時代を終わらせたのね。しかし、これらの一件でワルサー PPK イコールナチスの銃というイメージがついてしまった。この流れはまずいですよ。しかしその流れを断ち切ったのが、かの有名な007のジェームズ・ボンド、シリーズ6作目からこの PPK を使用し、PPK イコールジェームズ・ボンドの銃というイメージを確立させたぜ。これにより PPK はアメリカ民間市場で人気の製品となった。しかし1963年のケネディ大統領の暗殺、1968年の弟ケネディの暗殺事件により小型拳銃を規制する動きが盛り上がった。小さくて隠し持ちやすいということは暗殺にも使われるということね。そして1969年に発動された小型拳銃の輸入規制にこの PPK が引っかかってしまった。そこでワルサー社は少し大きめの改良モデルを発売し、この危機を乗り切ったぜ。世間一般では小型拳銃兵の風当たりは厳しいわね。冷戦期には主要国の諜報機関などで採用。日本でも1970年代に SP や王室護衛官が使用していたぜ。こんな感じだったぜ。今回は久しぶりの星2の解説でしたね。気を使ってリクエストしてくださった方には本当に感謝しかない。そろそろ私たちも生放送とかしちゃったり、とかも考えてます。予定は未定なんですけどね。よかったらリクエスト、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。